マジマジマジ怖い。セーブセーブセーブ。怖っ。慣れてきた気がする、でも。魔女の家に。魔女の家は魔女の力によって姿形を変える。へぇ。魔女の家1。魔女の家の扉は鍵では開かない。何かが鍵になっている。笑い話。昔々ある金持ちの男が大きな宝物を手押し車で運んでいました。車は森の中で壊れてしまいましたが、そこへ狩人と犬が通りかかりました。金持ちの男は狩人に手押し車を見張っていてくれるよう頼み、狩人はこれを承知しました。金持ちの男は代わりに車を呼びに行きました。その間狩人は宝物を見張っていました。やがて夜になり、狩人は家にいる老年の母親のことが心配になりました。そこで狩人は犬を手押し車を見張るように言いつけて、 母の様子を見に家に帰りました。金持ちの男が戻ってくると、犬が手押し車の番をしていたので、金持ちの男は犬の主人への褒美として銀貨を犬に食わせてやりました。食わせてやった。犬は家まで走って行き、狩人に銀貨を渡しました。それを見た狩人は怒り狂いました。銀貨を食わせてやりました。手押し車の番をさせていたのに、お前はあそこから銀貨を盗んだんだな。狩人は犬を殺しました。BGM 怖すぎだろ、ここ。古い新聞記事の切り抜きが挟まっている。バツガツバツ日、バツバツ国で、バツバツさん宅が全焼。焼け跡からバツバツさんとその妻バツバツさんの遺体が発見された。遺体には刺し傷があり、何者かが二人を殺害後、建物に火を放ったと見られている。また、事件後、バツバツさんの一人娘であるエレンちゃん、当時7歳が行方不明になっており、警察は、ほう、エレンちゃん。うん、女の子なんだ、エレンで。俺はエレンって聞くと、あるアニメキャラしか思い浮かばない。みんな知ってると思う、このアニメキャラは。うん、知ってる。絶対知ってる。これなんかいない？ああ、本の整理がうまくいかないや。何か縛るものがないかな。縛るものないかな。ここで使えと。あ、それくれるの？ロープをあげる。ありがとう。これあげる。読むと死ぬ本を手に入れた。やばい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 。やばいやばい。びっくりした。とりあえず出よう。ちょっとね、セーブさせて、セーブさせて。一回これで死んでみよう。実際死ぬのかどうか。壁に赤いものがべったりと塗られている。まだ探索できそうだな、この部屋。びっくりしたマジでびっくりしたんだけど。ガラスケースに昆虫の模型がずらりと並んでいる。あ、蝶。さっきの蝶。ガラスケースに青い羽の蝶がの模型が挟まっている。持っていく。ガラスケースに人間の頭部のようなものが入っている。ガラスはひび割れている。絶対これ見た方がいいよね。毛糸でじゃれる白猫がの絵が飾られている。白猫、黒猫、なんか怪しいぞ。川のほとりで日傘を差す女性の絵が飾られている。
ほえ、日傘。小さな本棚がある。一冊抜けている。一冊、あ、これは違うのか。来たわ。よし、本を差し込んだ。ガラスケースの蓋が外れる音がした。ちょっと待って。びっくりした。やばい、マジで今のはびっくりした。本当にやばい、心が持たない。これはなんだよこのゲーム、本当に怖えよ。え、ガチで怖い、やばい。一瞬目を開けてこっちを見たような気がする。持っていけないのは知ってる。一回ここでセーブしてくるわ。一旦うまくね、時間を使いながら、うまくね、あの時間を使いながらですね、うまくうまい範囲でセーブしていかなきゃ、これきついかもしれない。本当にきつい。曲がる位置間違えてるんだよな。ちょっとさ、雲さ、一回こっち戻ってみる。なんか変わったりしないかな。変わったりしてないかな。この蝶の羽が、蝶が気になるんだね。蝶ってさ、これ持ってった方がいいのかな。またロープがある。もしかして。あ、もう何もな、もう何もないか。これダメかな、やっぱり。これ関係ないのかな。やっぱこれは死亡するの確実なんだよ。グロいな。あの確定にこうするためのやつなのね。分かった。これなんか必要なんじゃないかな。まだこれ読んだ時のイベント面白かった。なんか、あ、もう読めない。え、そうなのか。一度だけ笑い話のやつね。そうで、君は大丈夫。もう図鑑か、昆虫植物図鑑。きっと君はあの生き物が好きなんだろうね。うん、生きてる生き物が好きなんじゃないかもしんないけど、生き物が好きなんだろうね。ひびが入っている。とりあえずここで、うん、蝶を救え。やっぱそうか、蝶を救わなきゃあんないんか。多分まだ救わなくていいんだと思うんだ。多分あそこのさっきのさ、おじさんが来るイベントあるじゃん。あれを終わらせたからなんだろうね。おじさんみたいな、骸骨みたいなやつ。このイベント、死亡イベントじゃないと思うんだから、どっちの蝶を刺してるのかが問題だよね。BGM だけなんで怖いからやめてほしいんだよな。このゲーム立ち回りが難しいんだよ、本当に。これ W 刺そうと効かんのね。OKOK。あー、うえおー、やばい。本当にむずい。違うんだって。はぁ、あ、首が疲れてきたし、そうそう終わりたい。ダメか。あー、ちょっと分かってきた、これだ、何度も押さえちゃうんじゃな。お、来る。来た。あ、来た。来たよ。やったよ。あー、よっしゃ。なんとか。セーブもしたでしょ。オッケー。でだ。蝶の模型を手に入れた。これで、多分だけどね。多分だけど。あ、待って、セーブ。あれ？あ、
発注が戻ってる。一応ね、2回セーブしておいて、これで多分だけどね、蝶を取ります。まず取る。でだ、この蝶の模型をこれでいいんだ。ほら、そうだ、え、黒猫いないじゃん、どうすんの。しんどる。